また義務を果たし、役割を担う国政国家になるから、それが一番大事なことであると思います。今、一番心配なのは何か、それは言うまではありませんが、イランの問題であります。大変私も心配をしております。このイランの問題がうまく収束してくれるようにという願うばかりでありますが、このイラン問題につきまして、イランとイスラエルの問題、またアメリカ、EU の国々のイランに対するいわゆる金融、そして制裁措置の問題、こういったものがうまくですね、イランが、そして各国々が話し合うことによって沈静化する、収まるということを心から願っておりますし、そのためにも私ども日本としての責任、日本としての汗をかくべきだと私はこのように思っております。我が国は喫緊の課題として国の台所の立て直し、地方の台所の立て直し、財政再建というのが喫緊の課題であります。ヨーロッパの国々から見ましても、日本のいわゆる国家財政どうなんだろうなと、だんだん懸念、ある意味ではもう少し先の疑念を抱く国々も出つつあるということであります。これを真正面から厳粛に受け止めなきゃならないと思います。国と地方の借金が900兆、2012年度末には1000兆円になる、こういうことですが、国の借金が700兆、地方の借金が200兆、こういうことであります。ご案内の通り、今までの国債、国家のローン、その金利だけでも、平成23年度予算書ではわかりますが、9兆9000億、金利の負担分だけで9兆9000億、22年度は9兆7000億でした。金利だけであります。そして、今年の23年度予算、ご承知の通り、約28兆円の年金、医療、福祉、介護、母子家庭の支援、生活保護家庭の支援、そういう社会保障関連予算、28兆円でありますが、実にその 41%、約4割を国債で手当てしてございます。こういう国は世界的にどこもないわけであります。結果として、その国債、だん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 積もり積もってきまして、いわゆる700兆円と、こういうことになったわけであります。私どもやはり一番心配するのは、いわゆる国債の金利であります。言うまでもありません。私は1月5日、年始の時にですね、1月5日の国債の10年もの国債の終わり値がどうだったか確認をしてました。 0.985 でした。その時は 0.985% 0.985。 ドイツはどうかなと調べました。その時ドイツは 1.8 でございました。アメリカはどうかなと調べてみましたら 1.9 でした。フランスはどうかなと調べましたら3.34、まあ、3.3 でした。あのフランスでさえもヨーロッパの金融危機が起こる前にはですね、絶対フランスの国債は 3% 台は突き抜けないと言ってたのが、あっという間に 3% も突き抜けてしまうということがあります。もちろんイタリアとかスペインとかギリシャも大変国債金利が上がって苦労をしているわけであります。国と地方の借金が900兆円になります。もし金利がですよ、アメリカと同じように 1% が 1.9 になったらどうなるんだと、こういうことでありました。そういうことが起こらないようにすることが国会の責任になり、政権政党の責任になり、また野党の責任になる。もちろん政府は真正面からこれに取り組まなければなりません。そのためには、先ほどお話がありました通り、
財政再建、台所を立て直しの工程表、ロードマップ、それを内外にはっきりとお示しをしないとならない。そして財政立て直しのしっかりとしたメッセージを内外に出していかなければならない。それが今国会の一番大きな仕事だと私はこのように思っているわけであります。いやいや伊藤さん心配ないよ、国債は1割じゃあそれが外国の方が持ちなくて9割弱は日本人が持ってるから心配ないなんて強気のことを言ってる人もおりますが、そうではないと